君の活動名をイテリに変更。スターハウスエンターテインメントと専属契約を締結写真イコールスターハウスエンターテインメント俳優イミノがイテリに活動名を変更し、スターハウスエンターテインメントと専属契約を締結した。スターハウスエンターテインメントは14日、俳優イテリと専属契約を締結した、と伝えた。関係者は、これから一緒に仕事ができることを嬉しく思う。イテリは生まれつきの感覚としっかりとした演技力はもちろん、絶えず努力する姿が他人のお手本になる俳優だ。無限の可能性を持っている俳優という点で期待が大きい。イテリの演技が光を放つよう、幅広い支援を惜しまないつもりだ、と彼を迎え入れた背景を説明した。イテリは活動名を変えたことに対して、周りからもいろんな意見をいただき、自分自身でも数年間悩んできたことでした。イテリという、僕の親が決めてくれた名前で新しいスタートをした。ラウスエンターテインメントと一緒になることになりました。良い演技でご挨拶します、と伝えた。イテリは長い活動期間の間、様々な作品活動を通じて監督に信頼されている20代俳優だ。関係者は、柔らかい雰囲気のルックスに隠れたカリスマ性と深みのある眼差しが魅力だ。彼の全盛期は今からだと思う、と見通した。テリは様々な演技で存在感を見せている。太陽を抱く月、屋根部屋のプリンス、映画、時間離脱者、女、国政、などの作品でテレビと映画を行き来しながら活躍してきた。しっかりとした演技力、甘いルックスで最近はチャンデウン監督のカーリング、を素材とした韓国初のドラマ、止められないカーリング部の撮影を終えた。また中国映画、ミステリーファイターの公開を控えており、また別の出演作、ザ・ビタースへ、ET もシンガポール、台湾、中国などで公開される予定で、韓国国内はもちろん海外市場での影響力も固めている。